北イングリア共和国は、イングリアのフィン人の建設した国家。非常に短命であった。カレリアの南部、イングリアに住むフィン人は10月革命で、ボルシェビキロシアから分離して国家を建設した。この国を建設した目標はフィンランドへの合併であった。この国は1919 19年から1920年までの間イングリアの一部を統治した。この国は、 タルト条約によってロシアに併合されることになった。しかし、1930年代までイングリアの貧人はいくらかの国家的自治権を得られることができたために喜んだ。1930年代に入るとイングリアはソ連の領土確定政策の要求に従った。1928年には特ソボの町を行政の中心としてこの地区に食い売し、 フィン人民族地区が設立された。そして1939年にはこの地区が廃止され、この地区はパルゴロボ地区に併合された。クロス、OTT、イングリア、ザブロークンランドブリッジビトウィーン、エストニアフィンランド、ジョジャーネル33.1、107から113。ありがとうございます。